真面目に行きますわ。売上げの50%上げます。普通はね、売れてもね、3%ぐらいですわ。例えば100万売れたら3万差し上げますとか、俺の場合は50%差し上げます。これ大文字にします。だからブローはな、それとね、YouTube 知っとるでしょ、プロやったら。こう三角マークあるでしょ、画面の右下を見てください。全部書いてますから。それに詳しく書いてます。わし、電子書籍とね、情報商材とね、それ情報商材1万ですわ。それ売ってくれりゃ5000。情報商材も何本か売ってくれりゃ分かるからね。URL 載せます。とかね、クラウドファンディングもね、わしの載せてくれたら、そういうのもクラウドファンディングの寄付ページをね、わしの載せてくれて、売り上げ、クラウドファンディングがもしもそのあなたのおかげで、ブロガーのおかげで、メルマガブロガーのおかげで、なったら、1になったら、例えば1億あったら、なんぼや、500万ぐらい差し上げますわ。そういうことで。俺優しいんやね。ちょっと聞いてください。俺はこういう性格です。この間ね、なんや、天下茶屋は月末で卵か足りんことになったからね、生活保護で。行ったんですわ、天下茶屋に。道具持ってね。そしたらおばちゃんがポコッと目の前に座ってくるんですわ。おばちゃん何なんか用か言ったら、タバコない言うからね。まあそれで100円渡して、まあ心斎橋で外人がね、100円分売ってくれやってきたからね。その男さんに100円持った、120円持ったから、俺もね、小銭と。100円やってね、そのおさんにタバコ100円分もらってこいって言ったんですわ。そのおばちゃん持ってきたんですわ、タバコ老後7本ぐらいね。それ助かってほしいね。だからね、そのおばちゃん、15万もらってるんですよ、生活保護で。で、旦那は浙江省で25万、40万。で、パチンコ売り。そういうおばちゃん2人おったんです。天下茶屋、天下の、大阪の。で、俺もそう、俺はもう、今月末ね、最後でタバコなくなって、こういう里見になったけど。だ俺はまあまあ、ね、治ったんですよ、俺も。一時8万使うと、300万使うと、家潰した男がね、10年かかってます。何を言ってるか。だからね、今日でもタバコ持って行ってあげます。優しいでしょ。で、そのおばちゃんね、でもね、どうなんだかわからないですわ。俺はね、人をね、返してうまいこと上がっていくタイプやからね。福士もね、一回酔っ払いのね、お兄ちゃん、市役所寄ってきたんですわ。ほんで、それ業者に言って、部屋変わらせたんです。わしの近く来てますけどね。そしたら、兄ちゃんのおかげで福士受けて、今日でも500円借りれました。ほんで、よう考えたら、それ2万5千借りてますからね。そのおばちゃんもね、俺性格なんだ。だから上上がってくるんですわ。だから上上がってくるんだ、どん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 。で、今日も元気でね、あ、口のも。だからそのおばちゃんに500円と、1000円はやるけど500円くらいプレゼントしますわ。優しいでしょ。俺も前ね、そんな狙いはなかったけどね、おばちゃん年金で、わし、例えば2万でも今度借りれるでしょ。だから行こうでしょ。ね。まあそういう感じで。俺優しいからね、この間もね、その酔っ払い、食い物15時ぐらいになったらなくなるから食ってない1週間ぐらい。中国人みたいな喋りやけど。はい、で、なんだかな。だから米1キロとね、おかず2000円ぐらい持たしましたよ。もうまだ食うや食わずやけどね。もうかれこれ4人になってますわ。だからいろいろなこと助かりました。以上。助かりましてます。以上。切ります。